妻のナタリー・アントン・ギュンター・フリードリヒエ・エリマー・フォン。オルデンブルクは、ドイツの諸侯オルデンブルク対抗家の聖員。著述家、作曲家、軍人。オルデンブルク対抗アウグストと、その3番目の妻スウェーデン王女、セッシリアの間の末息子。母方の祖父は、スウェーデンの早ーグスタフ4世、アドルフ、イボアネは、キリシャ王妃アマーリエである。家庭教師に教育を受けた後、 本大学で学んだ。1865年から1875年まで、軍籍にあり、1866年の広島、戦争及び1870年の不仏戦争に従軍した。1875年以降は病気のために退役、ウィーン郊外アルトエアラー城で、著述活動に専念した。喜劇作家として知られ、 複数の作品がウィーンのブルク劇場やベルリンの小劇場で上演された。ドイツ語で書かれた彼の舞台劇の台本はすべて、チェコ語翻訳版が作られている。舞台上の効果を考慮した、創意工夫に富む複雑な筋書きを得意とした。1876年11月9日に、ウィーンで、男爵霊場、ナタリー・ホーゲルフォン・フリーゼンホーフと結婚。 彼女は、アレクサンドル・プーシキンの妻、ナターリアの妹アレクサンドラ・コンチャローバと、その夫で、オーストリア人外交官のグスタフ・フォーゲルフォン、フリーゼンホーフ男爵の一人娘だった。二人の結婚は、帰宣結婚とされ、妻子は、エリマーの死去した翌年1896年に、ようやくベルスブルク伯爵位を認められた。妻方から相続した。 上部ハンガリーのブロジャニの城と所領には、プーシキン家の親類演者が頻繁に出入りした。その中には、ナタリーの重視、ナターリア・プーシキナとその夫のナッサウ公ーニコラウスも、含まれた。ブロジャニ城には1979年ブロジャニ、プーシキン文学館が開かれた。妻との間に一男一女があり、1896年以降、母親と共に、 ベルスブルク伯爵の姓を名乗った。ありがとうございます。